い、どうもチャースレオシグです。今回は12月24日大型アップデートで情報修正されました前作最強機体リボンズガンダムを取ってきました。はい、ということでね、修正機体はまあ今回ちょっと多いから、まあ開幕軽く修正のね、内容を振り返ってから試合の実況入りたいと思いますので、まあ、試合の方見たい方は、もうすぐ飛ばしちゃって大丈夫です。じゃあ上から行きましょう。まずはリボンズガンダム共通の、特殊格闘での、まあ、前作ね、移動量がやばかったやつが帰ってきましたね。これね、前特化が横特化に関しては移動量はもう完全に前作とほぼほぼ同じかなと。で、後ろ特化に関してはね、うまく調整されてましたね。後ろ特化はあんまり移動量増えてなくて、まあ、むしろほぼ変わんないかなぐらいの認識でしたね。はい。まあなんか、今回の修正で結構3000の逃げが軒並み落とされていたんで、まあおそらくこのキャラもそこに合わせられたのかなと。はい。まあね、後ろとかがやばかったら結構このキャラさらに騒がれたかなと思います。はい、じゃあ続きまして。リボンのガンダム、モビルスーツ状態ですね。こちらが機動力大幅に上昇しましたと。いや、これはね、マジで速くなってた。前がちょっとやっぱりね、前作に比べて落とされまくってたから、機動力。まあ、その分帰ってきてね、結構しっかり動けるようになってましたね。はい、続きまして、サブ射撃リロードマイナス1秒。はいはい。で、続きまして、ガガがね、前作2個だったのに対して、今作は3個になったと。で、あとね、この調整の面白いところは、リロード時間は増やされていないんですよね。まあ、なんで、完全な情報修正ですね、これは。いや、ガガ3個はね、頼もしいですね、さすがに。はい、で、続きましてが、横格闘の1段目から前派生及び下派生へのキャンセルルートが追加されました。下派生が打ち上げですね。まあ、そこは射撃派生とかあって、まあ、口実で言う、射撃派生がね、もともとパンパンパンって3発打ったんですけど、それが1発になりましたよと、単発になって、で、まあ、あと前派生はあれかな、ガリガリガリってやる、前作の BD 角ですかね。はい、で、続いてが下格闘、これは新規のやつですね。前の動画で確か1回使ったかな。はい、3段格闘ぐらいやった気がするけど、追従性能上げて発生早く、テンポを早め、移動量を調整しましたよと。はいはい。で、あと受け身取れなくなったみたいですね。下格闘は俺あんまり使わなかったかな。はい。格闘全般の修正はまあまあまあって感じでしたね。まあ、ビリ格闘に関しても、あの、殴るやつですね。こっちのはね、火力高いからね、まあ、そのうち使い方分かってきたら、しっかり使っていった方がいいかなと思います。ここら辺の、ダメージの伸びやすさ、まあ、補正が良くなりましたよと。こっから CS270 ぐらい減るのかな、確かビリ格出し系 CS で。はい、で、あと、格闘調整がいろいろあって、まあ、とりあえずはリボンズキャノン行きましょうかと。リボンズキャノン中が、後ろメインがね、1発から3発ということで、でもこれ完全にまあ基本ですね。はい。で、あと、弾も太くして、まあ前作とほぼほぼ変わらないサイズになったかなと。はい。で、まあダメージは確かね、今作に移動するときに、110に落とされてて、そこのダメージは変わってないですね。で、あとね、特格からの後ろメインのキャンセル自体にはキャンセル補正乗らないんで、特格からゲロビとかは乗るんで、まあそこら辺はしっかり把握していきましょう。で、あとレバイル特殊射撃のビームの弾速が上がって、大型ファングの弾速が上がったのと、後ろ格闘が追跡しやすくなった。なんかね、これ、まあ、ちょっと気持ち追跡しやすくなったかなって感じでしたね。で、あとはチャージ格闘のダメージ上がりましたよと。はい、まぁ、こんな感じです。でかいところでやっぱり機動力特格の移動ですかね。まぁ、試合の方見てもらえばわかるんですが、かなりね、特格のね、移動の仕方が、あーまぁ、気温だなーっていう感じで、やっぱこれこそやっぱリボンズだよなーっていう感じのね、移動しっかりできてるんで。まぁ、じゃあ試合の方そろそろ移りましょうか。レッツゴー。はい、ということでね、このキャラも、やっとね、1年の時を経て、ようやく環境に復帰っていう形になるんですかね。キャラパワーとしてはね、かなり上がってて、まあとりあえず初日だからまあなんとも言えないんですけど、結構ねやっぱり環境でもしっかり戦える性能にはなってるのかなと思いますね。はい。ただまあ前作のね性能が完全に戻ってきたっていうわけではないんで、まあ火力面だったりとかね、まあさすがに前作の方がね、エクバ2で出てきたらさすがにインフレ進んでるとは言っても、まあ環境最上位いきそうな感じしますからね。はい、といったところでじゃあ試合の方見ていきましょう。さあ対戦相手がニューガンダムとベルティゴの編成ですね。さあここはしっかりリボンズキャノンのメインから下メインで火力増やしていって、さあとりあえずはちょっと相方落ちそうなんで、ここは体力残ってるんで、まあちょいちょい消極的な立ち回りとかリスクは踏まないようにしていきたいですね。さあここ相方コンボ入れてて、ちょっとベルティゴの位置が悪かったんで、すぐにここはカット入れてと。さあこちら側はまだノーダメキープですね。まあこのキャラもね、今作は体力得て620ですからね、結構なんかね、格闘のコンボ1、2回食らうだけでも致命傷なんで、しっかりそこは、まあ、ガガなりなんなりでかわしていきたいですね。
さあ、まだノーダメキープしてる状態、そろそろ少し強気なタク取っていってもいいのかなとは思います。さあ、ここはしっかり、前 BD からのガガサブで押し付けていき、さあ、そのまま距離詰めながら、まあね、リボン付けの CS だったりうんぬん使って、さあ、ここは後ろメインやるが、まあ、前作なら落ちてたかな、130だから、今110だからね。さあ、ここはしっかり縦入れたんですけど、前角がね、そう、前作のつもりで振ってしまったら、あれ、あ、そっか、これ弱くなってんだ、みたいな感じでしたね。さあ、ここはしっかり覚醒吐いていって、相手を動かしながら、ラスト相方が決めてくれて勝利と。といった感じの1試合目でした。まあ、試合見てもらえれば分かる通りね、ムーブはね、もうほぼほぼ、マキオンですよね。完全にガッチャガチャガッチャガチャ、このリボのね、リボ特有の、この変、ね、変形ムーブ。さあ、2試合目行きましょう。いやー、今日このキャラね、動かしてて思ったのは、本当にね、この感想でガッチャガチャやるやつがね、使用感がマキオンにね、かなり近くなってたんで、すごい動かしてて楽しかったというかね、懐かしさを覚えましたね。あ、やっぱリボはこうやってね、ガッチャガチャ生き生き動くのが一番いいなーと思いましたね。ということで、じゃあ2試合目見ていきましょう。さあ、対戦相手がハイニューガンダムと X1 の編成ですね。さあ、で、相方はラジカルのグシオンと。さあ、ハイニューもね、調整されたとは言っても、武装の強さはほぼほぼ変わってないのと、CS が未だに強よろけが残ってるみたいなんで、まあ、しっかり警戒していきましょう。まあ、ハイニューの修正後の動画もそのうち上げるかな。さあ、とりあえずは、こういう距離はね、しっかり横特化警戒しながら動いていきたいですね。まあ、横特化が結構露骨にね、調整された感はあるけど、まだまだ強そうなんで、まあ、元がやばすぎたんで。さあ、もう一回 X3 に詰められて、ちょっとこの高低差だと前サブが怖いですね。さあ、しっかりダウンと言いながら、まあ、ハイニューガンダムの方も動かしつつ、さあ、ファングに関しては、まあ、ビームのダウン数が上がったから、割と引っかかるようになったかな。まあ、やっぱり修正前はね、ちょっと調整されてかなり弱くなってたんで、まあ、これもかなり前作には近くなったかなと。さあ、近距離はしっかりガガ押し付けていき、ここは一回 X3 に格闘をもらってしまい、さあ、だがまあ、割と安く済まされましたね。相方もとりあえず先落ちそうなんで、ここは下がっていきましょう。さあ、前サブ怖かったが、とりあえず置いといたガガがしっかり引っかかって、N サブで拾われないの、拾われそうになったの今マジ怖かったね。さあ、前サブでご了承されるが、ここはしっかりかわしつつ、そろそろ覚醒欲しいところではありますね。さあ、ここでハイニューガンダム覚醒入って、ここどうやって受けていくか。さあ、とりあえず一回相方が落ちて、ゲロビアしっかりステップでかわしたが、着地はできず。さあ、ここはしっかり縦入れて、これ覚醒溜まるかなと思ったんですけど、溜まらずにメイン2射もらってしまうが、とりあえず覚醒溜まりましたね。ただ、とりあえず1回入っていきたいですね。多分2回目溜まるだろうから。さあ、どこで吐くか。まあ、前作との違い、やっぱりね、コースが M 覚醒が結構ね、リボ多かったんで、俺も M 覚醒でやってきました。さあ、ゲロビで固めて2発目当たらねえって感じだったけど、その後のサブはしっかり当たってメインで追撃してと。さあ、このまま X1 落としていきたいですね。さあ、大型ファング出るのが遅い。まあ、多分これは前作からそうだろうね。ちょっとタイミング早すぎましたね。さあ、上取りながらガチャガチャやって楽しんだ、これが本当に。さあ、ガガサブでしっかり着地ずらしながら、X1 が一回覚醒吐いて、ここのサブ押し付けは当たらず。さあ、ハイニーガンダムに横とく差し込まれるが、まあ、なんとかなったかと思ったら、しっかり相方が決めてくれて勝利と。といった感じの2試合目でした。とにかくね、今回の修正一番大きいの特化かなと俺は思います。あと、後ろメインが3発になったのでかいね、本当に。でもって機動力も大幅にね、上昇してるんで、かなりやれるようになったのかなと。じゃあ3試合目いきましょう。いやー、このキャラな、前作ね、ゴトラッカイとか、まあ、抵抗やってた時に、本当にリボンにね、しばかれたからな。なんか戻ってきてね、嬉しい反面、懐かしい顔ぶれで嬉しい反面、うわー、またご質やんのかーっていうところもあるんでね。ちょっと複雑な気持ちではありますね。というところで、じゃあ3試合目いきましょう。さあ、対戦相手がファルシアとマスターの編成ですね。ちょっと相方殴られてるんで、しっかりゲロビでカットしながら、ゲロビはね、キャンセル補正で特化からそのままキャンセル打つとダメージ150なんで結構安いんですよね。まあ、そこら辺しっかりまあ工夫しながら当てた方がいいのかなと思います。1回特化からブーストキャンセルしてもいいしね。さあ、とりあえず1回ファルシアちょっと追ってみたが、触れそうにないんで、まあ中距離でしっかり抑えながらって感じですね。で、ファルシアがちょっと距離、こっちから、距離を置いたらすぐマスターの方一体型助けてって感じで。さあ、ここは1回フェイントかけてからゲロビ打つが、しっかり避けてから相手が覚醒割ってきて、とりあえずガガ置いといたら当たった。さあ、ガガまだ残り2発あるから大丈夫かなと思ってたら、ガガすり抜けられちゃいましたね。さあ、だがしっかり相方が死に際にカットしてくれた覚醒落ちだけど、まあいいでしょう。さあ、ここはしっかり覚醒割っていって食らわないようにしていきたいですね。さあ、ここは余裕あったんで、しっかりファルシアの方にゲロビ押し付けて、このゲロビは性能どうなんだろう、落ちたのかな、今作に移行した時に。ちょっとそこら辺はね、自信ないんですが、
まあまだまだ全然強いかなと思いますね、このゲロビは。さあ一回マスターに寄られたんでロック替えして CS サブで画質。あとね、この後ろに逃げるときなんですけど、後ろ特角のね、乾燥ループがもう今ね、機能しなくなっちゃったね、逃げのとき。結構俺はね、CS をしてますかね。あ、今のところね、ちょっとオシャレなことした。縦朝キャンですね。はい、どうでもいい。CS がやっぱり結構昔から、フルブから慣性乗るんで、まあ CS パン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 ってやって、後ろに慣性乗せながら下がって、ラスト CS サブで降りるみたいなのもできるから。まあ割とそこら辺工夫すればしっかり逃げれるのかなと思います。まああとは普通にガガガ3発だからね。まあよほどのことがない限り捕まんないかなとは思いますが、さあここゲロビー奥ばって、これはちょっと危ないがしっかり縦入った。さあとりあえずはガガだったりで相手寄せ付けないようにして、ここは CS 取れるか。さあ CS でしっかり着地取っていって、さあ2回目の覚醒溜まって、相方も覚醒溜まんなそうなんで、ここはしっかり先落ち譲ってあげましょう。さあ覚醒どこで吐くか、マスターが吐きそうなんで、L 角もらってマスターが吐きそうなんで、ちょっと相方守るために覚醒吐いてあげたいですね。相方覚醒ないんで、さあとりあえずここは大型ファング送ってあげて、相手に格闘振らせないようにして、でちょっとここ余裕あったからもうこのままハルシア行っちゃおうって感じで、まあなんかいつものやつですね。前作よく見た特化からアンカー前捨てゲロビスね。これやるとね、補正、キャンセル補正かかんないね、二次捨てからだから、これおすすめです。覚醒中はね、もう前作クソほど食らいましたからね、これ。さあ、ラスト行きましょう。はい、で、本日ラスト対戦相手が、ストライクノワールとイクスイスの編成ですね。見ていきましょう。ノワールも懐かしい顔ぶれだな。まあ、順々に修正機体を取ってこようかなと思います。じゃあ、試合の方行きましょう。さあ、とりあえずはイクスイス、まあ、ファングだったり飛ばして動かしながらしっかり張り付いていきたいですね。ちょっと 2-on-2 されるとこちら分が悪いので。ね、まあ相方グッシオンなんで疑似体させた方がいいかなってのもあって、ここは結構攻めてますね。さあギリギリのところで特殊かわして、ここはガガで固めたところをダウン取って、さあこのまま置き攻めループ入りたいんですけど、やっぱりねマキオンとは違ってイクセスあれがあるんで、さすがに変形特殊は追えず、ちょっとゲロビでね受講生かけ直したんですが追いつかずって感じでしたね。さあ CS がさっきからちょっと嫌な当たり方してますね。これちょっと 2on2 の展開になってしまってるんで、ここはしっかり崩していきたい。さあでね、このキャラあれかな、リボンズキャノン中の格闘ちょっと弱くなったのかな、今作に移行するときに。なんかまあ前作みたいな使い方すると当たんないこと多かったけど、どうなんだろう、まあシステム的な問題なのかね。さあしっかり距離詰めて、ガガいい当たり方する。やっぱガガ3発本当に強い。さあここはイクセス覚醒吐いて、ちょっとスレスレであったしっかりこちらも M 覚醒割っていって、でそのまま後ろメインでダウン取ってからノワールを削っていきたい。さあゲロビ途中でキャンセルしてしまったが、まあまあ体力調整は崩せたでしょう。このまま行きたいですね。さあノワールが一回覚醒吐いて、着地にゲロビ合わせようとするがフェイントでずらされて、さあまあイクシスはこれ以上狙い意味なさそうだけど、ちょっとノワールもね減りが怪しいんで、半分だとねここからまあイクシスここからに落ちてもいいのかなって感じで、ちょっとここ迷ってる状態ですね。さあインコムに、インコム避けようとしたらサブに引っかかってしまい、さあ相方もいい体力でしっかりいい覚醒入ってくれてるんで、と思ったらこれは割とあれですかね、イクシスに落ちの展開がいいかな。さあ大型ファンがしっかり刺さって、これ強いんだ本当に。まあなんか今作になった時に弱体化されてんのかな、ちょっとわかんないけど、まあ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 割と今でもしっかりバンバン当たる性能ですね。さあ覚醒入っていて、ちょっと目に合わせられてしまったが、さあ大型ファングからそのまま横2回で勝利と、といった感じでラストでした。はい、といった感じでね、王者帰還ということで、皆様でね、最強機体が帰ってきたことを祝いましょう。クリスマスイブだね。俺なんでガンダムやってんだろう。はい、じゃあエンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、リボンズガンダム視点。いやー、なんか、マジで懐かしいっすね。本当にこの、とっかけでガッチャガチャガッチャガチャやる感じ。まあ、完全に戻ったといえば嘘にはなるんですが、特格とかはね、本当にもうほぼほぼ戻っていくか。まあ、後ろ特格に関してはね、まあ、今作流の調整されてるんですけど、まあ、環境で結構しっかり戦えるのかなとは思います。まあ、皆さんもね、しっかり乗り込んでみてはいかがでしょうか。まあ、環境でこのキャラが増えたらまた対策も必要なんでね。はい。まあ、そんなこともね、まあ、それも大事なんですけどね、気づいたんですよ。今日クリスマスイブじゃないですか。皆さん、ガンダムと女の子、ロッチとやってますか？何をやってるとは言わないけど、どっちと遊んでますか？リボと遊ぶか、彼女と遊ぶか、選びなさい。ちなみに僕は一択です。そもそも選択肢がありません。
はい、といったところご視聴ありがとうございました。リア充バカしろ。次回の動画はハルートすかね。多分、この、なんか5時間後ぐらいにはハルート上がってんのかな。多分、1日2本で上げると思います。ちょっと修正キャラ多いんでね。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。